はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズのお時間です。今日はですね、少し動きのあるジャンプするものをやっていきましょう。ちょっと関節に良くないという人はしないようにしてあげてください。はい、ですごく単純です。縄跳びですね、エア縄跳び、この状態でトントントンとエア縄跳びをしていきます。トン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 、はい、っていう形でやっていきますね。で、ポイントとしてはこのここです。ここの筋肉、腱って、まあ、細胞を使いたいので、なので無理にこういう感じで動かすんじゃなくて、ちょっと伸ばし気味で、つま先を伸ばし気味で続いていくっていう感じでやっていきます。はいはい。で、まあジャンプ系なので女性胸揺れない服装でやってあげてください。はい、あとはですね、骨とかにあんま良くないっていう人は無理にやらないように。骨が弱い人とかですね。はい、じゃあ行きまーす。はい、じゃあですね、トントンって30ちょっと長いな。20秒間一緒に飛んでみましょう。20秒間飛んでみます。はい、じゃあ行きまーす。よーい、ドン。トン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 。少しまあわざと体に衝撃を入れるっていう意味もありますね。トントントン、つま先使って、つま先使って飛んでいきましょう。ほっ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 。はい、オッケー。今ので20秒間。これだけでおそらくふくらはぎちょっと使ったなっていう感覚がある人が結構いるとは思います。はい。で、この20秒間を2セットですね。20秒間を2セット。朝晩やってみましょう。意外とふくらはぎってしっかり使うことはないので、女性は特にもしヒールとか履いちゃうともうロックされちゃうので、ふくらはぎほぼ使わないですね。なのでこれでふくらはぎたまに使っていきましょう。はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。今日は気温どうだろう。